ツイステッドワンダーランド続きからやってきますよ。コメント見てく。ジェイドすり抜けジャミル。つれへ。俺は誰だっけ。俺がすり抜けてきたのはリドルだ。リリア様とリドル君の椅子になりたい。もう変態。よろしくお願いします。皆さんがいじめてくれない。あ、これは前回見た気がする。USJ に行きたいです。行ってらっしゃい。オルト君、グヘヘ。なんか、まだ変態がいる。4日前。全然ログインしてない。誕生日が一緒のジャミルと早くお話ししたい。ジャミル君好きなのね。ひよこになれない代わりに美味しいタルトになりました。どういうことなの？そしてログイン5日前。ログインして、ここら辺ログインしてないね、みんな。ちょっと、ちゃんとやって。ノドゲームの物質の空気になりたいって人もいれば。あ、1日前、3日前。みんなやってないよ。ピエピエ帽子をしている。あ、終わったね。コメント見るの終わったね。どうせならトップ、ランク70の方行ってみる？ランク70は多分ね、もう巣窟な気がする。ってことで上から。よろしくお願いします。よろしくお願いします。みんなよろしくお願いしますだ。俺に申請するんだったらコメントでちょっとボケに来てよ。楽しみに待ってるから。魔法石全然ないがガチャ回す。頑張って。頑張って回してね。寝る時間すら惜しい育成全集中。わかる。超わかるよね。なんかある時時間が来た瞬間パッて目が覚めて、ああ、育成しなきゃってなる。その気持ちすごいわかる。サポートに置く子はみんなって書いてある。なんだろうか。リリア氏の手作りお菓子はご勘弁よ。なんだ、美味しくないのか。気になるぞ。ワイルドだけどキュートなお耳でファンさせてくれるレオナおじたんが好きなのね。オッケー。何もかもが不足している。わかる。教科書もマドルもねえしな。エイディウス様はずっとマブでいてください。告白コクテル。狼ゲーム見てました。アルネも好きです。これ違うね。違うゲームだけどありがとう。嬉しいよ。うわ、ハロウィン GA。待って、無理、ガチで出ないんだね。辛いね。辛いね。SS レアのジェイドは出てるんだけどな。頑張ってな。フロイドに物理でバインドザハートされたい。物理でされたいの。フロイドさん、君の兄弟を僕にください。いや、ジェイド持ってかないで。シアにメッセージ読んでもらえた。ああ、ありがとうね。面白いメッセージだった。シルバーとジェイドを推しとして、山を愛する会に入りたいね。ジェイド変わっているよな。山を愛する会に入ってるあたり面白いよな。早くパーソナル見たい。おじたんって書いてある。レオナ好きだね。ラギ君欲しい。いっぱい笑顔な君が好き。あのね、ミシシって笑うあの笑顔が可愛いよね。このジャックも可愛いけどな。マイペースでやってます。ジャックメッカは荒波に揉まれに来ました。頑張れよ。この前、陽光炉にね、夏の、陽光炉に沈んだ人がいたからね。うん。気をつけてね。よろしくお願いします。イベシカ石使わんと決意した。魔法石が増える魔法ないかな？ないと思うよ。はい、ということで、今回はここまでかな。ランク70だ。てか、多分しばらくランク70続く。半分ぐらいまでランク70だからね。すごいよ、これは。ベテランさんの集まり。はい。ってことで、第4章いくよ。ストーリー。んーで、ネッサの策謀家っていいのかな、読み方は。今回2人だけだね。てか、リオが。今までね、最低でも3人だったのに、今回ジャーミルとカリムだけだもんね。まあ、とりあえず行こうか。到来ホリデー。お休みなの？そういえば、カリムもご立腹だったね。休みなんてないぞとか言ってたけど。お休みないの？ブラック企業なの？企業ではないか。ブラック学校なの？お、いいね。アラジンの世界また見れるわけだ。アラジンの世界はだいぶうろ覚えだな、俺。アリエルは結構覚えてたけど。リトルマーメイドか。乾いた砂漠？お、ジャファーだ。遅かったな。ガジーム。苦労して手に入れたんですね。魔法のランプかな。私を信じろ、怖くとね。よし、追うんだ。急げ。なんだ？なんか光ってるよ。あー、はいはいはい、なるほどね。ついに長年の夢が叶う。あー、言っちゃった。あー、イヤゴ、懐かしい。魔法の洞窟。イヤゴ、口悪いかな。いいか、ランプを持ってくるのだ。ランプだぞ。魔法の洞窟。眠りを妨げるのは誰だ？これも喋るんだよな、この洞窟も。キングダムハーツやってたから微妙に覚えてるね、アラジンは。原作はあんまり見たことないんだよな。ディズニー映画、それこそこの、なんつうんだろう。ディズニー映画そこそこ見てるんだけどさ、このツイステッドワンダーランドのスポットが当たってる映画はあんまり見たことないやつが多いな。リトルマーメイドは結構見てたけど、ライオンキングも2とか3の方が一番多かったな。1がそんなに見てない。まあ、ちょっと思い出に浸るのは、まあ、次行こう。ピーターパンとかそっち見てたもんな、俺。今度は砂漠の夢。見たこともない景色だった。したかな。でもスポットが当たるってことはそれだけ人気だったのかな。もうオンボロ寮めちゃくちゃ片付いてる。超綺麗。おや？お前さん寝ぼけた顔してどうしたい？まるであの世でも見てきたみたいな顔じゃないか。あの世っていうより砂漠。今日は秋学期の締めくくりの日じゃ。
最後に大ポカやらかさんように気を引き締めていくんじゃぞ。優しいなこのゴースト。2学期の終わりなのかな。そうだ、明日から学園はウィンターホリデーだ。君らはどうやって過ごすのか決めたのかい。何も決めてない。ん？ウィンターホリデーって何なんだぞ。冬休みでしょ。冬の長期休暇のことさ。ほとんどの生徒は実家に戻って年越しを家族と祝うんだ。ごちそう囲んでね。羨ましいね。ほな、ごちそう。そうとも、ローストターキーにケーキにジンジャーブレッドハウス。ま、わしらは食べられんがな。うん、どうまい。いいな、食べたくなってきた。ゴーストの中にもあの世へ戻って家族と過ごすやつもいるぜ。あら、そうなの。そのままこっちに戻ってこないやつもいるけどな。まあ、俗に言う成仏したってやつか。ごちそうを食べながら家族と過ごす。あれ、どうしたグリム、家族に憧れがあるのか。そういえばグリムの家族はいるの。学園長、元の世界に戻る方法をちゃんと探してくれてるのかな。いや、主人公諦めろ、絶対探してない。学園長のことだからすっかり忘れてるかもしれねえんだぞ。ちゃんとせっついておけよ。そういえばグリボーの家族はどうしているんだい。いるのか。俺様の家族、うん、よく覚えてねえんだぞ。覚えてない。やっぱグリムも不思議な存在だよな。気がついたら一人で腹減らしてた気がする。すげえ寒くてずっと誰かが迎えに来るのを待ってたような。それでその後どうしたんだっけ。よく思い出せねえな。なんだそれ。気づいたら主人公の棺の中にいたの。ま、俺様は過去は振り返らねえ主義なんだぞ。なんかかっこいいこと言ってる。過去より未来、何せもうすぐリッチな大魔法師になるんだからな。グリボーも苦労してたんだな。今年のホリデーはわしらと暖炉を囲んで過ごそうじゃないか。なんて優しいゴーストたちなんだ。ごちそうが食える、ホリデーが楽しみなんだぞ。グリム、いい子いい子してあげるからな。落ち込むなよ。多分落ち込んでないだろうけど。いいか子犬ども、明日からのホリデーバケーション、久々にハウスに戻れてはしゃぐ気持ちはわかる。だがはしゃぐあまりに宿題を忘れて遊びほうけるやつが毎年いる。そういう子犬にはきついお仕置きが待ってるからな。気を抜きすぎないように。一時帰宅には闇の鏡の使用が許可されている。荷物をまとめたら各自鏡の前へ行くように。はい。まあ、主人公とグリムは寮で過ごすしかないもんな。エースデュースも帰るんかな。あ、やっと窮屈な寮生活から解放される。この言い方は帰るって感じだな。さすがナイトレイブンカレッジ、宿題の量が多いな。そういや監督生ってまだ元の世界に戻る方法見つかってないんだろ。見つかってない。ということは二人ともホリデーは寮で過ごすのか。うん、ゴーストたちとごちそうを食べまくる約束してるんだぞ。絶対楽しいよな。なるほどね。確かに学園にはゴーストがたくさんいるし、二人ぼっちってわけでもないか。ん？でも学園が休みになるということは食堂や購買部も休みになるんじゃないか。最悪じゃん、買い出し行かなきゃ。そういやそうなんだぞ。俺様のごちそうはどうやって調達すりゃいいんだ。冬休みにひもじい思いはしたくない。本当だよな、そこそこ長いしな冬休み。学園長がな、何も考えてないわけないと思いたい。や、絶対考えてないよあの人。私優しいのでとか言ってどっか行ってるよきっと。早急に学園長に確認してみる必要がありそうだな。闇の鏡の使用は学園長の許可がいるはずだし、今なら鏡の間にいるんじゃね。行ってみようぜ。そうだな、やってくれているかな。まあ、せめて食費だけ、いや食材を置いてってもらわないといけないのか。え、学校から一切出れないの。なんか近くの町に行くとかね、それぐらいできれば買い出しもどうにかなるけど。ご機嫌バーケーション、いやもう旅行気分。お、鏡の間。あ、そうそうそう、ざわついてるよ。帰省する制度でいっぱいだな。なんかみんなそわそわしてんね。さて学園長は
皆さん、いや闇の鏡に目的地を告げたら荷物をしっかりと持ってください。いや服装主人公のことなんか気にせずどっか行く気満々じゃん。その服装ちょっと吹き出しちゃったよ。転送中に手を離してしまうと荷物だけ別の場所へ飛ばされてしまいますからね。絶対になくしたくないものは購買部から宅配便で発送してください。めっちゃ書いてるありがとうさんに俺の心の声を代弁してくれてありがとう。この真冬にアロハシャツって南国に遊びに行く気満々じゃん。だね。浮かれた気持ちを隠す気がゼロすぎるなほんと楽しい学園長なんだから。いやいや学園長、話があるんだぞ。おや皆さんお揃いでどうしたんです全然なんかあったのみたいなバリの聞き方だね。それ絶対俺のこと気にしてないじゃん。ちゃんと元の世界に戻れる方法を探してます。計画中の食料の補給について考えてます。下にしとくか。ここは帰りたくないじゃん。え休暇中の食料もちろん考えています。絶対嘘。当たり前じゃありませんか。いや嘘嘘。ちょうど食料の配達をネットで手配するところだったんですよ。やっぱ考えてねえじゃねえか。もしかしてこいつ、お前が元の世界に帰る方法も全然探してないんじゃねえのか。しっけえな。ちゃんと探していますよ。この冬季休暇はまだ行ったことがない南の地域へ調査範囲を広げようと思ってるんです。いやただ旅行、行ったことない場所に旅行行きたいだけでしょ。あなた私とっても真面目なの。新パターン来た。調査に向かうって格好じゃない気するけどね。そうだそうだ、思う存分休暇を満喫する気なんだぞ。何をおっしゃいます。南の国ではこれが正装、豪に言っては豪に従え。もう友らしいことつらつら並べてる。冬の寒さを逃れ、南国で穏やかな海を眺めつつ、ハンモックでココナッツジュースを飲む。いやもう旅行のプランしっかり立ててるし。そんな優雅なバケーションを満喫しようなんてちっとも思ってもいませんとも。ええ、なんて具体的な言い訳だ。お前だけずりんだぞ。俺様たちも南国に連れてけ。へえ、それでは楽しい休暇が台無し。おいうん、おいおい、君らを連れて行くには危険な調査になりそうですから、ここは私が一人で向かいます。何も友らしいこと言ってんだ。それに君たちには学園に残り重要な任務に当たってほしいのです。任務？ナイトレイブンカレッジの存続に関わるとても重要な任務です。本当かよ。まだ調子のいいこと。学園の存続ってしたか。存続をてか生徒に任すな。うん、この学園の食堂や暖炉の火は全て火の妖精の魔法によって賄われています。彼らは長年大食堂の暖炉に住み着いているのですが、毎日よく乾燥した薪を与えなければ消えてしまうのです。休み中働けってこと。マジか、超鬼学園長。火の妖精がいなくなれば学園は冬の度に凍えるような寒さに包まれることになりますね。学園の存続に関わるでしょ。そういえばエアコンもないのに学園内はいつも暖かいと思ってた。やっぱ魔法だったんだ。今までは長期休暇中も厨房係のゴーストが火の番をしていてくれたのですが、今年は娘夫婦にお子さんが生まれたそうで、初孫の顔を見にあの世に帰省するんだとか。もうどういうこと。もうゴーストなのに初孫生まれたのですので、彼の代わりに君たちに火の番を頼みたいのです。マジかよ。この任務を受け負ってくれるなら休暇中の食料の補給はもちろん。お、補給はしてくれるんだ。ホリデーのご馳走についてもお約束します。おおローストターキー、ケーキにジンジャーブレッドハウス。ジンジャーブレッドハウスが何かわかんない。あの 木みたいなやつ、なんつうの、マルターみたいな感じのケーキ。いや違うな、あれ名前違う気がする。そうだ、熱々のスペアリブやフライドポテトも山盛りをつけしましょう。いかがです。お酒はダメ人間が出てた今、うん、熱々のスペアリブとフライドポテト。スペアリブ美味しいんだよな。ディズニーのねスペアリブ美味しいんだ。美味しかったか、今確かなかった気がすんな。お話くらいは聞いてやってもいいんだぞ。ほんとお手軽だねお前。ゴーストに初孫とは。そうだよね、そこやっぱ気になるよね。これも食料確保のため。どうしようか、初孫のこと聞こう。まずは
まあ、そこは愛が生んだミラクルということで深く考えてはいけません。あ、わかった。触れちゃいけないんだね、妖怪。何にせよホリデーを温かく過ごしたいのなら火の番は必須。毎日暖炉に薪をくべるだけで寒さや食料の心配をしなくて済む。一石二鳥じゃありませんか。なんという好条件。確かに今までの無茶ぶりに比べれば超楽ちんな気がするんだぞ。グリム踊らされてるぞ。お前多分大変だぞこれ絶対。そうでしょう。こう見えて私とても優しいので。出た、優しいので。ああ、そうそう、私が長期不在にするのでこれを君たちに渡しておこうと思ったんです。何？スマホ。あ、スマホじゃん。何か緊急の用事があればこのスマホで私に連絡してください。マジか。こちらはあくまで緊急連絡手段です。マジカメ巡りなどに没頭して通信制限を受けたりしないよう。あ、こういうこの世界にもあるの、パケットってちゃんと存在するんだね。さて、私は生徒たちをご実家へ転送する仕事がありますので、あとは任せましたよ2人とも。そうだ、出かける前に南の国の観光パンフレットもチェックしとかないと。はい、忙しい忙しい、うん、この学園長楽しいな。行っちゃった。にゃっ、これでホリデーはごちそうがたんまり食えるんだぞ。なんか体よく丸め込まれた気がすんな。まあお前らがいいならいいけどさ。はいはい、そこの君たち、道のど真ん中に突っ立ってないで、どいたどいた。あれ、何やってんのラーギ。あ、終わった。何、レオナが来るのかな。赤い絨毯ダラーって伸ばしてそのまま国に帰るのかな。あ、まだるせん。あれかな、甥っ子に会いに行くのかな、おじたん。気象ノスタルジア、ノスタルジア。はいはい、そこの君たち、道のど真ん中に突っ立ってないで、どいたどいた。ブッチ先輩って、何ですかその大荷物。バックパックにボストンバッグ3つ、さらにでかいクーラーボックスまで。あれかな、お土産かな。これっすか。キッ、大食堂と購買部の消費期限切れそうな食材全部もらってきたんすよ。長期休暇に入るから毎回ただ同然でくれるんす。ありがたいね。でもそんなに食い切れないでしょ。スラムの子たちにあげるってやつじゃない。いや、いい子だなラギーは。何言ってんすか、これっぽっちの量近所の悪ガキどもに食わせたらあっちゅう間になくなるっすよ。ばあちゃんにもホリデーくらい腹いっぱい食わせてやらなきゃ。いや、いい子。おっと、冷凍食品が溶けちまう。じゃまた来年っす。しまった。それにしても近所の悪ガキどもって。ラギー先輩の地元は貧しい暮らしをしている家庭が多いらしい。お客が語ってくれるっぽいぞ。だから長期休暇のたびにたくさん食べ物を持って帰って近所の子供にも食わせてやってるんだと。いいやつだな。ジャック、お前もなんで両手いっぱいに植木鉢抱えてんの。植木屋でも始める気。わかんない、ジャックのパーソナル見たことないから理由がわからないな。なんでだろう。俺は趣味で育ててるサボテンだ。かわいいな。休暇中に水やりしなかったら枯れちまうだろう。って、俺のことはいいんだよ。ラギーのやつ、赤の他人に飯を分けてやろうなんて意外といいやつなんだぞ。そうだね。捕らえた獲物は弱者にも分け隔てなく与える、それがハイエナだ。ラギー先輩もそうやって育ってきたんだろう。お、次はレオナ。ガキを何人も集めて炊き出しなんて考えただけでゾッとする。そういうこと言わないの。一人いるだけでうるさくてかなわねってのに。あれ、レオナ先輩、ご実家には戻られないんですか。だったらよかったんだがな。帰らないと後からごちゃごちゃうるせえから帰る。甥っ子が来るからな。はあ、めんどくせえ。でも手ぶらっすよね。ああ、財布とスマホがありゃいいだろう。私服は実家に置きっぱなしだし。こいつはこいつで極端なんだぞ。宿題すら持って帰らない開き直りっぷり。やる気なしだね。宿題なんか休みが明けてからやりゃいいんだよ。ホリデーは休むのが仕事だろ。じゃあな、草食動物も。友らしいこと言ってるけど、
休みが明けてからやったらもうそれ宿題じゃないからね。しかも真面目にやりゃ何でもやれる実力がありながら、なんでやらねえんだあの人は。ね、ほんと怠惰だね。7つの大罪があるとしたらあの人絶対怠惰。俺はきっちり終わらせてくるぜ。お前らもサボんじゃねえぞ。じゃあな。相変わらず真面目。じゃあね。これみんなどんどん起床するってことはさ、今回ジャックとデュースいないんかね。ジャックとデュースじゃねえ、エースとデュース。ジャックもいないんだろうけど。はいはい、また来年な。キングスカラー先輩、あそこまで来ると逆に感心するものがあるな。憧れんなよ。こらこら、1年生たち、ああいう悪い先輩は見習っちゃダメだからね。なんかすごい久々ケイト先輩、前回出てきてないもんね。トレイ先輩も久々。宿題未提出なんて、うちの寮ならリドルに首をはねられるぞ。危ないね。トレイ先輩、ケイト先輩。はあ、俺も実家に帰るのちょっと憂鬱。なんで？絶対姉ちゃんが2人とも帰ってきてるもん。ホリデー関係なくこき使われるよ。お姉ちゃんいるんだ、なるほど。俺、ドレイ君家にホームステイに行きたいな。おいしいケーキ食べれるよ。構わないが、うちに来てもこき使うぞ。冬はケーキ屋が一番忙しい時期だからな。確かに。あ、そっか、ドレイ君家ってケーキ屋さんだっけ。逃げ場がない。とほほお、やっぱりリドル。いや、リドルも家には帰りたくなさそうだな。ローズハート寮長、道を塞いですいません。ああ、お前たちか。まだ長話をするつもりなら壁際に避けるのだね。あれ、なんかあいつ元気がねえんだぞ。ね、なんかちょっと優しめ。ああ、そっか、寮長は実家でエグメの教育ママが待ち構えてるんだっけ。一時帰宅が憂鬱にもなるか。リドル、俺はお前の家に立ち入り禁止だから、ケーキを届けたりはしてやれないけど、いつでも店に遊びに来いよ。チェーニャも遊びに来るだろうし。おお、そこのストーリーを見たい。そうだね、僕もお母様と少し話をしてみようと思う。聞いてもらえるかはわからないけど。わあ、頑張れよ。そうか、頑張れ。なーに、金魚ちゃん、お家に帰りたくないの？あ、そっか、そういえばリドルのあだ名金魚ちゃんだった。あ、終わった。じゃあ次回は金魚ちゃんって言ってるフロイドとリドルの絡みが見れるところからスタートだね。アズールも帰るんだね。見返してやれよ。あの、タコになって、あの、なんだっけ、前の金魚をいじめてきたやつらを見返してやってくれな。ということで今回はここまでです。次回はオクタビネルかな？起床すんの。で、スカラビア、あ？スカラビアか。スカラビアの二人と絡むのかな？どうなんだろう。それではアシアンでした。またね。